よ、そって。寝る。本当に言ってんの？意外と次これ来るな、これ来るなってなんか予想できるから意外と分かった。だから久しぶりにやると楽しい、ね、恥ずかしいっていう気持ちを捨てれば久しぶりに大人になってやってみると意外と楽しいかもしれないね。はい、ということで飯行こう。
はい、じゃあ2泊3日青森は終わったんですけど、どうでした？そのゴールドマンサックスの資本が入ってるんで、多分潤沢に使えてると思うんですけど、そこさ星野リゾートが入ったんですね。で、外観ももちろんいいし、やっぱセンスのいい外観と、やっぱ人とかもすごいいいですよね。なんかこう笑顔で接客したりとか、なんか嫌な気分にさせない。立地って多分ここって八戸とか三沢とかの中心の部分とは違うんですけど、三沢にも行けて八戸にも行けて、星野リゾートってそういう場所とあるんですよね。大鰐の方のやつも、大鰐アンダバって弘前さんも行けてね、で冬は大鰐スキー場とかも近くてみたいな、まあ、ここは小牧温泉っていうところはそのまま買い取ってやったんですけど、あのね、やっぱそのアクティビティっていうか、その公園も広くて散歩できる馬車とか乗れたり、なんかおしゃれなカフェとかあったり、例えばこことか無料のカフェ、宿泊する人の無料のカフェとかあったり、だからそういうサービス面とか飽きさせない、宿泊してる人は飽きさせないけど、2泊したんですけど全然飽きずに過ごせたなっていうところですかね。青森四大祭りって夜にある祭り屋、青森四大祭り屋っていう夜にあるやつ行ってみたんですけど、なんか生でそういう久しぶりに聞いて、やっぱこう青森だし、ワンバイ津軽の人だし、血が騒ぐっていうか、祭りしたくなるっていうか、跳ねたくなるっていうか、太鼓叩きたいっていうか、まあ叩いたことないですけど太鼓、久しぶりになると、ああ祭りっていいな、三社大祭も行ったことないですけど、そのお囃子でいいなとか思ったりとか、でもちろんその青森や温泉なんですけども、結構熱いお湯とか入ってもずっと入ってられる感じ、湯冷めあんましない物質なんじゃないかなって思いました。足湯行ったけど、足湯のとこも最初は通話って意外だったよね。その時僕すごいマックス疲れだったんですけど、疲れも超取れで、あ、いい感じだなみたいなって感じで、すごい良かったです。部屋もね、なんか和風な感じで、うちの部屋は何個か選べるんですけど、青森県民限定で、なんかその1万円ぐらい安くなるんだっけ、青森県民の宿泊者だと一緒に来た人とかも、まあその他にもいろいろ割引プランがあるので、ネットで一回調べて来てみたらいいんじゃないかなと思います。やっぱりこういう時期なんですけども、まあこういう施設とかも気使っていろいろ対策して、で僕たちもそれに準じた行動してれば、ある程度そういうのは抑えられるんじゃないかなと思うんで、そういう部分も考えながら来たらいいんじゃないかなって思いました。青森屋さん楽しかったです。ありがとうございました。